シャシテパの宮殿跡シャシテパは、ウズベキスタンタシケント南西部郊外にある都市遺跡である。考古学者によると、現存しているシャシテパが建設されたのは、紀元前3世紀頃とされており、人々が現代のタシケント周辺地域に居住を始めた初期の集落と考えられている。タシケント市では、シャシテパが町の起源であるとして、2009年に、 町の設立2200周年を祝う行事が行われた。シャシティパの要塞跡研究対象とされているシャシティパの全面積は約25ヘクタールである。現存しているシャシティパの最高点は高さ12メートルの要塞跡である。要塞跡付近には現代的なビルが建設されている。チャーチュの領域に初めて人が住み着いた集落は、 ブルグリュク文化と呼ばれる文化に属する。ブルグリュク文化という名前は、考古学者のアレクセイ・イバノビチ・テレノジュニンがこの遺跡を、アハンガラン渓谷にあるブルグリュク川の岸辺で発見したことに由来している。この文化の最初の集落の起源は、紀元前9から7世紀の青銅期時代に遡り、アハンガランまでその範囲が及んでいた。これらの集落の一つがシャシテパであった。 ブルグリュク川周辺の住民は古代集落に関しては気づかずに生活していた。発見された半円形の小屋の内部は木の枝で作った屋根の下に作られた2メートル四方の空間となっており、レンガ作りの暖炉や火鉢があった。ナイフやダガー、矢印などの武器、集落の住民が育てた小麦、大麦などの穀物を収穫するための釜やボール、ポットなどの陶器、 ピセに、羊毛、毛ナフで作った衣服は見つかったものの、綿花は見つからなかった。彼らは独自の文化を持ち、容易に判別可能であった。理由は不明であるものの、紀元前7から6世紀に集落に人は住まなくなった。紀元前3世紀、周辺地域には遊牧民が住み着いていたが、彼らが実在した後は墓のみにしか見ることができない。 彼らは、ブルグル行く文化に見られた小屋を建てることをやめ、直接埋葬するようになった。これらの墓は、長さ2メートルほどの長方形をしており、足を敷いた上に埋葬されたと考えられる。残された埋葬品より、彼らの部族は、サルマタイが居住していた、ウラルやボルガ地方からやってきたと考えられている。ありがとうございます。